おはようございます、9月4日金曜日7時、午前7時54分ですね、また今回も、那須塩さんに予定を立ててもらって、上尾に向かってます。今日天候も良くて、これから上尾に行ってアグレッシブインレスケートスラローム両方できればと思ってます。で今日初めにこの撮影方法ですけど、テストマウントつって、まあ、肩から、そうですね、胸にかけて、バンドで固定されてて、スマホを胸のあたりで、撮影する両手話ですね、両手話で撮影できる、撮影方法です。まあ、これちょっと、家で触ってみた感じだと、まあ、速い動きとか動きが多いとブレたり、このカメラの、マウントしてるものがこう曲がっちゃったりするんで、ちょっと動くものに、まあ、グラインドとかどうなるか分かんないですけどに対してはちょっと不向きかなっていう感じですかね。ちょっと使ってみないと分からないですけど、まあ、今日初めて使うんで、これも楽しみですね。で今日は恵比寿さんと談笑さんが来るので、また3人で、アグレッシブですね、スラローム両方できればと思ってます。ではこれから、上尾方面向かいます。到着しました、上尾です。これはあ、ここだな。あれだな、バックで止めた方がいいな。到着しました、上尾でございます。那須塩さんが来てます。これから、道具を下ろしてきます。あ、おはようございます。時間もう渋滞がすごくてもうすでに撮ってますよさてどうしますか。いい準備開始です。よいしょ。お、広っ。すごいですね、こんな広いんだ。あ、こっちじゃん、こっち。あ、本当だ。ここを使えるっていうのはすごいですね。でも自由ですね。よっぽどここでバカでかい全日本大会とかでバスが道路が入ってこない限りは、あ、ここ結構車来てるんですね。多分なぎなたか、なんかのね、今日試合をやってるみたいな。そうなんですね。武道館なんですよ。武道系はすごいここ使うんですよ。すごい。で昔はここの真ん中のこの境もあるじゃないですか。はいはいはい。そこからこっち全部土だったんですよ。へえ。でサッカー、フットサルとかの教室があったり。そうなんですか。もともとはこっちでやってたんですよ。へえ。舗装されて、じゃあ。そう、舗装されて駐車場になったんですよ。いいねってなって、ただだいぶ弱くなったけど、これが結構白線がドンって出っ張ってて、はあ、だいぶ削れて、いいですね。ちょっとじゃあ用意します。よし。よいしょ。おお、いいっすね。広くて。あー、そのなんか決まりみたいな暗黙。あ、でもすごいですね。おー、いい路面っすね。すごいですね。そうですよね、ここ。家もないですもんね、ここら辺。滑りがいい。うお、うわ、すごい。はいはい。やっぱりモスにもなる。
あ、もう教えのおかげですよ。そういう練習これが一番いいのタイプだ。やってますね。この距離でやるとちゃんと取れるの。あ、追ってますね。射程がでも15メートルなの。だから遠くから来ちゃうと、もしかしたらこれ21メートルですね。全然散っていく。